はい、こんにちは。エニグマです。夏の間はエニグマラジオやらないと言ってたんですが、やりたくなったのでやってます。今日は、私とか、あといつものレギュラーメンバーと、FF 関係ですね、フォローし合ってる、メロンキングさんっていう人の、卒論のテーマを考えようという話です。よろしで、くお願いします。はい、メロンキングさんです。そして、じゃあ、メロンキングさん、じゃあ、ごく簡単に、公表していい範囲で自己紹介をお願いします。はい、大阪大学外国学部の、英語専攻、4年生、をやっております。メロンキングと申します。専門は、音韻論なんですけども、英語の音韻論がちょっと難しすぎまして、だからといって日本語が簡単だというつもりは毛頭ないんですけども、ちょっと英語で書ける気がしないということもありまして、日本語のテーマを少し探してみようかなということで、今回相談に乗っていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう所属とか学年とかがっつり行っちゃって大丈夫なんですね。そうですね、もうプロフィールにも書いてるんで あ、そっかそっか。確かに。そうですね。ってことで、まあ皆さん、ツイッターフォローしてあげてください。はい。それでは、その卒論の相談に乗るのは、私、エニグマと、そして、私、チャンさん。はい、まあ、音韻論とか全く知らないですね。はい、はい。見学です、私は。はい。よろしくお願いしはまい。す。そして、妖怪さん。はい、私も日本語を専門しております。音韻論勉強なので、まあ、できる範囲でということで、よろしくお願いしまはい。す。よろしくお願いします。そして、私ももちろん音韻論、全然知らないので、ちょっとそんな3人ではちょっとやばいということで、特別にお呼びしました。カール・レイフラーさんです。あ、どうも、レイフラーです。まあ、僕も、なんていうか、ドンピシャではないんですけど、多分、ここにいる参加者の中では、まあ、比較的近いかなと思うので、まあ、何かしら言えたら言います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、なんか、かなりの、豪華メンバーで、卒論のテーマを考えようということなんですね。で、まあ、具体的に何にするかみたいな、話、まあ、実際ネタも持ってきてるんですけども、まあ、それに入る前に、こう、卒論とか、まあ、論文書くってどんなことなんだろうっていうのを、まあ、ちょうど、最近作ったパワポがあるんで、それを使いながら、お話ししていこうかと思います。で、私だけ喋りっぱなしになっちゃうのは良くないんで、皆さん、どんどん突っ込んでください。それでは始めましょう。はい。これ私のゼミで使ったパワポなので、まあ、設定はそうなってるんですけども、例えば卒論だったら1万5000字以上、ゼミ論だったら7500字以上を書きなさい、みたいなのが、まあ、ゼミの課題としてあるわけですね。で、まあ、この課題をちょっと、分析してみようということで、よく考えると、当該分野で何についてでもいいから、どうにかして新しい知見を得て、それを1万5000字か7500字以上で表現しなさいと、まあ、いうような感じなんですよね。まあ、こんなような課題を出しています。まあ、そんなに、標準から外れてはいないんじゃないかなと思います。ゼで、ミロンって何ですか？ゼミ論っていうのは、ゼミは3年生、4年生一緒なので、で、4年生は卒論。で、3年生は、まあ、ゼミ論で半分ぐらいの長さの、ああ、なるほど。肩慣らしというか、練習というか。そうですね。そんなそ感れじはです。いい制度ですね。はい。そうなんですよ。まあ、ただね、そんないきなりそんなこと言われても書けるかっていうとちょっと微妙なので、こんなようなパワーポを用意しました。はい。で、まず一つ目ですね。自由な課題は面白いけど難しいという話で、自由でない課題っていうのは、例えば小学校の頃のこの漢字を3回ずつ書きなさいとか、この文章を暗記しなさい、この論文をまとめなさいとか、まあ、後ろの方は大学でもありますけども、こういう課題。これはもうやること決まってるわけですよね。もう作業ですよね。
まあ、これはあんま面白くないんじゃないかと思います。で、それに対して自由な課題っていうのは、自分で決めなきゃいけないことが多いんですよね。まあ、テーマもそうですし、研究手法もそうですし、どんなふうにアウトプットするかっていうのも、いろいろ決めるところがあります。まあ、でもこれは、自分の好きなようにやれるってことなんで、まあ、人によっては面白いと思うんじゃないかと思います。で、ちなみに言っとくと、まあ、仕事って自由度が高い課題をやる人の方が、給料が高いというような説を聞いたことがあります。で、しかも、そういう仕事は面白いと。まあ、例えば経営コンサルタントってなんかやたらお金を、取ってるイメージありますけども、その人がやるのは基本的に、クライアントの会社の業績をよくしろってことなんですよね。で、まあ、基本的に手段は自由ということです。自由度が高くて、高級な仕事ってことですね。で、それに対して言われたことを言われたようにやる仕事。例えば、ここの、なんかベルトコンベヤーで、なんか作業してる人がいて、まあ、この人の名前、粘着くんって言うんですけども、まあ、こういう仕事ってあんまり賃金高くないですよね。ってことなんで、まあ、自由な課題を得意にして卒業した方がいいよ、というようなことです。ということなんで、まあ、卒論とかゼミ論、そして研究一般は、まあ、こんな風にすごい自由だってことですね。では次に行きましょう。なんか、あったら皆さんどんどん、突っ込んでください。ってことで、さっきの課題ですね。15,000字とか7,500字以上で書きなさいっていうやつ。まあ、エニグマゼミだと、当該の分野っていうのは日本語学とか言語学、まあ、言語の研究ですね。で、言語学の研究分野にはどんなのがあるかっていうのは、前、他の授業の、動画で喋ったことがあるんで、それを見てください。で、まあ、とりあえず言語学としときましょう。で、その分野で、論文書くんだったら、まあ、当然ですけども、言語学を知ってる方がいいわけですね。まず第一に、言語学の勉強をすると、言語学で何がすでに研究されているのかっていうのが分かります。そうすると、散々やられたテーマとか、素人っぽい研究テーマ。まあ、これは、誰でも思いつくけど、全然成果が期待できない。まあ、期待できないっていうと、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、あんまり面白くならないようなテーマなんかを回避できたりしますし、勉強するうちに研究手法もわかるし、あと何がまだ知られてないのかもわかりますし、そして論文がどういうふうに書かれるのかもわかる、いうことですね。なので、まあ、当たり前ですけども、その分野の勉強を、しておく方がいいということです。そして課題の分析。続き、何についてでもいいですね。言語学で、まあ何でもいいです。まあ他のゼミでも基本的にはその分野が決められてて、で何についてでもいいっていう感じだと思います。で、この時、まあいろんなことを考慮して決める必要があるわけですね。まず自分の興味です。これは、論文を書くまでの、プロセスの面白さに一番大きく関わりますから、自分が本当にやりたいことをやりましょう。とはいえ、まあ、我々、こう、万能ではないですから、実行できることじゃなきゃダメなわけですね。自分の能力とか、あとリソース。これは、どれくらい時間があるか、お金があるか、やる気があるか。で、あと、こう、協力できる人がいるかってことですね。まあ、それを考慮しないといけません。そして、重要性。まあ、これは、ゼミ論、卒論の段階ではあんまり、考えなくていいような気もします。そしてこれは、当然ですが価値観が関わることですね。まあ、一般的に言って一般性の高いことほど、解明できたら、まあ、価値がある。重要なことが分かったと言えるんじゃないかと思います。例えば、私の日本語の癖を、解明しました。例えばこう、自分のツイッターのログをあさって解明しました。とかっていうのは、まあ、あんまり一般性の高い話じゃないですよね。そしてこれってなんかしょうもない感じがしますよね。それよりかは、ツイッターの日本語の特徴なんていうのだったら、まあそれよりかはあんましょうもないっていう感じはしないですよね。じゃあもっと一般的になったらもっといいのかというと、まあ確かにそうなんですが、日本語の特徴とかっていうのは、まあこれはちょっとなんか、
本当に解明できるのって感じがしますよね。そもそも一体なんかどういうことを言ったらこれに答えたことになるのかってあんまよくわかりません。で、まあ、これは一般性の高いことほど確たることを言うのが難しいってのと、関係してきますね。当然ですけども、その確かなことを言えた 方がいいわけですが、一般性が高いと確かなことを言うのは難しくなってくるという、のがあります。で、落とし穴、として、メジャーなテーマですね。まあみんな知ってるテーマってあるじゃないですか。メタファーとか受動態とか連絡とか和とがとか、こういうのに飛びついちゃう、人がいますが、まあ卒論とかだとうまくいかないことが多いんじゃないでしょうか。まあこういうのって目につきやすいから、ついついやりたくなるのはわかるんですけど、当たり前ですけど先行研究が、山ほどあります。これは学部生が想像するよりも、たくさんあるんじゃないかと思います。日本語の受け身ってなんか600本ぐらい論文があるとかって私ちゃんさん言ってませんでしたっけ？まあ、まああるでしょうね。まあそれを全部読むかってまた別ですけど。まあ確かにそうなんですけどね。全部読まなきゃいけないかっていうのはまた別問題ですけども、まあ読まなきゃいけないだろうと、少なくとも自分のに関係あるのだけでも、まあ数十は普通にあるだろうって感じになるわけですよね。うん、でこれを一個一個文献手に入れて読んで理解してとかって、もうこれだけで相当大変なわけです。でそれは、まあ当たり前ですけども、論文のほとんどは、学者が書いてるわけですよね。専門家がこうそこのところをこう集中的に、長年研究してきた、それがそういうテーマなわけですね。で、これに、その、初学者が、なんか、ほんの数ヶ月とかで、新しいこと、新しい知見を付け加えるってのは、まあ、普通は、できないと、考えるのが普通じゃないかなと思うんですよね。っていうことです。で、まあ、メジャーなテーマ、例えば、こう、メタファー、受動態、連絡とか、まあ、これみんな、一つの単語になってますよね。一つの単語になるってことは、まあ大体それってこう、なんていうかな、こう、単語として流通してるって、それ、まあみんな知ってるっていうことですよね。そういうものが単語になると思うんですけども、少なくとも専門家とかの間では。だからそういうものっていうのはもうみんな知ってて、まあたくさん研究されてるというふうに、まあ、思うのがまあ普通ということです。なので、まあそういうテーマ、あんまりお勧めしないですね。まず膨大な先行研究を読む時間があるかっていうのを考えないといけませんし、そして、それに加えて新しいことを言える見込みがあるかと、何か付け足せる見込みがあるかっていうことを、考えた方がいいでしょう。まあ絶対ダメってわけではないんですけども、例えばそれ、こういったメジャーなテーマに対してまだ答えられてない問いを見つけたとか、なんか新しい理論とか手法が使えるとか、あるいは自分は超天才でその先人たちよりずっと頭がいいとか、そういうような場合だったらまあともかく、そうじゃなかったら、いきなりメジャーなテーマを選ぶっていうのはあんまりお勧めできません。まあでもこれはもちろん、人のタイプにもよるんですね。昔のエニグマラジオで、先行研究たくさんあるテーマがいいか、そうじゃないテーマがいいかみたいな話をして、その時、わたちゃさんと妖怪さんは、なんかたくさんある方が、いいって言ってて、私はない方がいいって言ってたんで、まあ、この辺、妖怪さん、わたちゃさんなんかはちょっと違う考えあるのかもしれません。何か、ありますか、皆さん。なんかその、いや、確かにそのメジャーにな、なんだろうな、メジャーすぎるとちょっと困りますけど、うん、なんか、その先行研究がある方がいいけど、ありすぎても難しいっていうの、あるんじゃないですかね。で、逆にないと、また難しいか、うん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 、なんで程よく、程よくあるのが全然難しいですけど、程よくあるのが一番いいかな。そうですね、思います。確かに、なんか 3個ぐらいがあるような
なんていうか、すごく特定的な現象とかが一番おいしいというか、手っ取り早いっていう、なんていうか、経験則があって。なるほど。そうですね。うん。なんか多分3個ぐらい、まあ多くて5個ぐらいでしか言われてないようなことだと、まあ、どっかしらまだまだ穴とかあるので、うん、修正したらもうそれでちょっと乗り越えたことになるので。はい、そうですね。確かに。まあここに上がってるメタファーとか受動体はだから広いからその600とかあるわけで、こうこうこういう時のに受け身ができるかどうかとかどんどん絞り込んでいったらね、減るわけですよね。そうですね、ここでまあちょっと書いてないですけど、当然こういったテーマをもっと絞る必要があるし、そしてこれ ただ今はこれはまだテーマっていうか、まあ単なるトピックなわけで、これに関してさっき言ったようなこういう場合の受動体は使えるかとか、なんかそういうふうにこう問いですよね、うん、問いがあって初めて論文の研究がまあ始まるというか、それ、その問いができるまではまあ単純になんかこう興味があっていろいろ調べてるみたいな、その段階ですから、その問いを見つけるっていうのは非常に重要ですね。で、まあ、それはその研究を読む際にもそういう視点を持つ必要があって、で、この論文何を、どういう問いに答えたくてこれやってんだろうみたいなのは、まあ、常に考えた方がいいかなと思います。あと、そうですね。あんまり他の人がやってないようなテーマについていろいろこう、ちょっとずつ論文書いてるみたいな学者がたまにいます。まあ誰とは言いませんが、たまにいます。で、そういう人の論文を見つけてそこに粘着すると結構論文ができやすいですね。まあ私なんかは、よくそれでお世話になってる先生とかがいたりします。まあちょうど乗っかりやすい先行研究、まあ、1つとか、1つから5つとか、そのくらいが、あるといいんじゃないかなと思います。で、そして卒論はまあ数ヶ月から1年間ぐらい。で、文字数的には1万5000字以上ぐらいかなと思います。となると、まあこれ単純に期間と文字数だけ比較しましたけども、そういったこの数字だけじゃなくって、卒論書く時点では、博論書く時点よりも、自分の学識は当然狭いし、経験も浅いし、っていうことも考慮に入れる必要がありますね。で、規模感に関してなんですが、まあ、博論、修論、卒論、審査する方からすると、期待としては、まあ、大体どれも同じぐらいの完成度で、で、なおかつ、その規模だけ違うと、まあ、そんなような風だといいなとは思ってるんですね。だから、こう、博論みたいな、その、大規模なテーマに関して、なんか、あんまり答えてないみたいな、全体やりますって言って全然答えられてないみたいな卒論よりかは、もっと小規模なテーマをちゃんと答えてる卒論の方が、いい卒論ということになります。まあ、ただこの規模感ってなかなか、わかんないと思います。その分野の人じゃないとわかんないんで、まあこれは聞くしかないですね。相談するしかないでしょう。あとこれは、まあ人によって意見は分かれるかもしれませんが、大学院に行きたい人だったら、卒論のテーマをなんかこう発展させる感じで修論、それを発展させる形で博論みたいな感じでいけると、まあ、早く終わるっていうのは確かですかね。なんで、そういうテーマだといいという説もあります。まあ、ただ、同じようなテーマを卒論から博論までずっとやってると、守備範囲が狭い、ことになっちゃうんで、なんかもっとポンポン変えてもいいんじゃないかっていう説もあります。ちなみに私の場合は卒論と博論はなんか関連してましたけども、修論は全然違う感じでした。この辺の、卒論のテーマのスケーラビリティみたいなものに関して、どなたかご意見ありますか？あるいは自分の場合はどうだとかっていうのもいいですけど、どうでしょう？
皆さん卒論と修論のテーマつながってますか？そうですね。うんうん。四日市さんはつながってる。そうですね。うん。僕はそんなにつなが、まあ一応、うっすらはつながってるけど、まあ、客観的に見たらほとんど関係ないです。なるほど。うんうん、なんか私は割とつながってるというか、まあ、ほとんど規模を大きくしただけみたいな修論書いた記憶がありますね。やっぱりやりやすいですか？どうなんですか、別にそんな、まあ、いや、むしろどうなんですか、やりやすくもないかっていう時が、あれ、そもそもあんまり向いてないのかもしれないですけど、やったことは。でも、まあ、どうなんですかね。いや、卒論の規模感っていうのを考えた時に、うん、まあ、レポートの、2本か3本分ぐらいっていうような感じかなって気が私は、ね、まあレポート多分どうなんですか、まあレポート結構授業とか大学によっても違うのかもしれないですけど、まあ6、7ページ書くんだとすればそれを 3本ぐらいつければ例えば18ページとか20ページとかになるわけで、うん、っていうぐらいかなっていう気がなんとなくしてます、ね、なるほどな。そうですね、確かに。そっか、そうですね、うん、そんぐらいですね。まあ、そうですよね。まあ、章も分けられるわけですし、なんかレポート的なものを書く章がレポート的なものだと思えば、まあ、それで初めで終わりみたいなのつければ、まあ、5章構成で1万5000字とか、例えばですけど。ただ議論、卒論の場合、割とどうですかね、こう、それ以上分解しちゃったら単独のレポートにはならないような感じでもありますよね。まあ、確かに。その辺はでも、ねうん、つなげ方の問題じゃないですか。なんか、まあ、じゃあ全然関係ないもの入れたらそれは困っちゃいますけど、うんうんうん、ある、なんていうか、一つのテーマがあり、その、なんていうんですか、それを分割して、それぞれ論じるっていうのでも、なんか私はいいかなという気が。そうですね。まあ、卒論のぐらいの長さの論文って普通にあるんで、うん、なんていうかこう全体の感じは割とそれでいいのかなっていう、それに準じた感じでいけるかなって感じはしますね。博論の場合はまあ本ですよね。うんうん、一つのモノグラフを見てまあこんな感じかなと、まあもちろん博論はたくさんサイニーとかで、検索できますんでそれ見ても当然いいわけですけども、そんな感じでいいんじゃないですかね。修論はそう考えるとあんまりこうネットにもあんまり転がってないか、まあなくはないですけど。そうですね。ちなみにここを、例えばこの日本語の複語の形態音韻論とかってやつの卒論はどういうのがあると思いますか？これ、今著者の奥さんに聞いてるんですけど、まだ返事が来てないんですが。奥さんに聞いてる。借用語。まあ、でもなんか特定の語彙項目に限って、だから複合語でスロットがあって、どっちも、指定されてないのを、まあ、大きく複合語って言ってるけど、その、後項か前項かを何か一つの語彙項目に決めてしまって、ああ、なるほど。で逆引きとか、あるいは、前項決めてるんだと普通の辞書でもいいので、ざーっとさらって、あはあ。アクセントパターンとか、調べるとかですかね。なるほど。複合語っていうのはまあ2つ単語が、並んで1個の単語になるわけですけど、その1つ目か2つ目を特定の単語に決めちゃう。なるほどね。でしかもそうするともう辞書とかで、網羅的にいけると。そうですね。なるほどね。いや、やっぱ専門家って感じですね。なるほど。いや、もうなんか私なんてね、だってこれで、これより小さいテーマ、なんか縄ばしごぐらいしか思いつかなかったですね。縄ばしごはなぜ連絡するのか。で、なんか結局わかんなくておしまいみたいな。ああ、歴史が関わるとね、ちょっと。うん、まあ別にライマンの法則の例外をめっちゃ集めるとか、うんうんうん、あるいはライマンじゃなくても、例えばその語種で言ったら漢語。看護は連絡しないとか言うけど、でもちょっとだけあるわけじゃないですか。なんとか株式会社とか、青写真とか。ははは。そういうのをいっぱい集めて、なんか、一般化ちょっとしてみるとかね。なるほどね。
なんかもうメロンキングさんの、テーマ良さそうなのなんか出てきそうですが、まあちょっと、話終わっちゃうとあれなんで先に進んでいきましょう。はい。で、課題の分析、丸さん、どうにかしてってことですね。研究手法です。まあこれも当然自由なわけですね。例えばデータの集め方も自由ですよね。実験やってもいいし、アンケートやってもいいし、コーパス検索してもいいし、方言調査に出かけてもいいし、二人人を集めて会話を収録したりとか、自分で例文を思いつくとか、ですね。まあ、もちろんどれも訓練が必要です。で、新しいデータがあれば新しい知見を得やすいっていうのはまあ当たり前ですけど、そうで、まあ、だからこそ、こう、スーパーカミオカンデとか作って、で、5万トンの超純水っていう、なんかわかりませんけど、そういったものを入れて、なんかやったりしたらノーベル賞取れた、みたいな、なんかすごい雑な理解ですけど、そんなこともあるわけですよね。そしてデータの分析の仕方。これも自由です。量的な分析。まあ、これは統計を使ったりとかですね。あと質的な分析でもいいですし、他にまあ会話分析なんかも、うちのとこだとやる人多いですね。あとは言語理論を使った分析とかです。まあ、これも当然ですが、どれも訓練が必要ということになります。まあ、自由ってことですね。で、まあ、当然ですけど、データの集め方と分析の仕方っていうのは、これは連動しているもので、まあこれは当たり前ですけど、その集める段階でどういう分析をするかとか、こういう分析をしたいからこういう集め方をするみたいな、それは、当たり前ですけど考えておかないといけません。他になんか集め方、分析の仕方で、まだここに挙げられてない大きい類型があるとかあったら教えてください。だからここで言う例文っていうのは、その、碑文を思いつくと嬉しいのは碑文ですよね。まあ、特にそうですね。まあ、だから普通の例文はコーパスでいくらでもあるわけで、はい、言えないぞっていうのが見つかったら、なんでっていうのが当然問いとして立つ。そうそう、あ、それ重要ですね。碑文、皆さんなんか碑文、例えば、なんだろう、私は数学を勉強をしますとか。なんかこれ人によってはなんか実はいけるって人もいるらしいですが、まあこれダメですよね。で、なんでダメなんだろうと。意味わかるのに、なんでダメなんだろうと。っていうことで、これも説明する必要がまあ出てくるわけですね。で、まあそれがもう、すなわち研究ですよね。まあ特にこれまで誰も答えてなかったら、あるいは新しい答え方をしたら、もうそれは、ね、立派な研究ですよね。ってことなんで、こういう碑文を思いつくと研究がはかどります。皆さんどんどん碑文を発していきましょう。だからその碑文を自分で、しかも結構その答えがいのあるいい碑文を思いつくのは、ここに書いてるように訓練がいるわけですけど、うん、まあそのこと大阪大学に関して言えば、まあ、留学生が結構たくさんいるので、はいはいはい。なんとかうまいことをやって、その、エラーを採集することができれば結構楽です、ね、うん。なるほど。寺村秀夫メソッドですね。あ、そう。しかも、だってそのさっきの、なんていうか、貢献度で言ったら結構それは貢献度高いですよね。うんうん。留学生がこういう碑文を作りがちで、その理由が分かれば、なんていうか、教授校とかに活かせるわけじゃないですか。そうですね。なるほど。なので、こう、留学生の、書いた作文とかを、こう、好き好んで、こう、あえて、こう、添削しますよとかって、なんかこう、やって、で、そこからおかしなものを見つけるっていうのは、確かにいい手ですね。ちなみに、私ちゃんさんは、留学生の日本語を直すのが、すごい大好きだと言ってましたが、これは別に、そういう目的があってではないですね。いや、そういう目的では全くないですね。うん、まあ、碑文は別に自分で作ればいいというタイプなので、私は。おお、なるほど。碑文は自分で作る。いいですね。確かに、ね、碑文を思いつくのは重要ですね。普通コーパスじゃないですからね。そうなんですよ。はい。それでは、じゃあ次行きましょう。で、このどうにかしての話の続きで、まあ、言語学者のスキルっていろいろありますよねって話で、
例えば得難いデータを得る方法としては実験やって、でその結果を統計的に分析してとか、あと、コーパスも単純に検索してこんな例あるかなって検索するだけは、まあ、割と簡単なんですが、そっから、それだけじゃなくて、こう、コーパスの中に全部で何個あってとか、そういうようなことですね。ここまでになるとなかなかできる人っていうのは限られてきます。で、当然その結果を統計的に分析する必要がありますし、まあ、場合によっては、プログラミングですね。プログラミングをして、この、なんていうか、こう、特定の表現を集めるなんてことも、しなきゃいけないかもしれません。あと、フィールドワークですね。まあ、方言とか、少数言語の調査なんかではよくやられています。あと、歴史的資料の調査ですね。まあ、日本語でも、奈良時代ぐらいから日本語の資料はありますけども、まあ、そんなもの、例えば私なんかは一応日本語やってるってことになってますが、まあ、さっぱりわかりません。なんかそんな万葉仮名とか見せられても全然わかりません。し、あと、崩し字とかも読めませんよね。で、こういうの、まあ、読めたら、それはそれで、有利なわけですね。だから私なんかはもう、歴史的な研究っていうのはもうほとんどできないわけですけども、そういうのができたら、それはそれでまた研究の幅が広がるわけですね。で、それ以外にあと、理論がわかる。まあ、これも、スキルかなと思います。なかなか理論ちゃんとわかってる人って意外といないんですね。で、さらに理論を理解するに際して、特にフォーマルな理論だと結構数学、論理学、集合論、あたりが必要になってきたりもします。まあ、それもあって私はろくにわかんないんですね。で、さらに理論、その、ある理論で書かれた研究がちゃんと理解できるっていうのもそうですし、それを自分で使うってなるとまた一段階難しい人。あと、理論を作るっていうのもまた、これまたなんていうかこう、できる人は限られますね。だから、まあ、これも一応スキルに入れていいかなと。で、あと、外国語の論文が読める。これも有利ですよね。特にまあ、日本語をやるにしても、結構英語で書かれてる論文って多いですよね。日本人がやってる研究なのに英語で書かれてるなんてこともあります。さっきの日本語複合語の携帯音韻論もあれは英語で書かれてますよね。だから、まあ本当のガチの研究、だから単純にこう論文書きました、卒論です、卒業できますとかっていう、そういうなんかこのその社会的なその制度としての研究を超えて、人間誰も知らなかったことを新たに知るぐらいのそういうガチな、研究ってことになるとなかなか英語を読まないとそれってできないんじゃないかなという感じもしています、あとはまあ言語教育ですね。外国語とか日本語とか教えられるとまあ就職に有利だし、まあ場合によってはその研究の応用なんてのもあり得るかもしれませんが、まあこれはちょっと別かなと思うんで、カッコに入れておきました。皆さんどうですか？この英語を読まない研究はままごとという説に関してどう思いますか？なんか日本語、まあなんか日本語にしかない何かをやるなら、あれです、結構日本語ではあんまりやられてないような、というか、例えば外国語のなんか同じような意味の単語ではちょっと結構やられてるみたいなこともあると思うので、なんかそういう意味ではやっぱ他の言語、なんか日本語をやるにしても他の言語の論文を読んだ方が、まあ読めた方がこう新しい、本当に新しいことを言えるかなと。そうですね。まあ、他の日本語に関しても結構外国語で、論文書かれたりしますよね。なんだろう、例えば副詞のやっぱりに関して英語で重要な研究があったりとかしますね。どうでしょうね。私ちゃんさんなんかどう思いますか？英語を読まない研究はままごとだ。はい、いいえ。はい、どっちでしょう。いや、まあ、そんなことはないと思いますけどね。なんですかね。いや、つまり、まあ、何語であってでもおそらくその言語でしか得られない情報っていうのもあるわけじゃないですか、研究に関して。なんていうんですかね、英語でばっかりやられてるような研究分野に入っていって、その英語は読めないってのは確かに困るわけですけど。
例えば何だろう、専門が国語学だとして、はいはい、英語読まないと国語学的に良い研究ができないかというと、まあおそらくそんな事実としてはそんなことはないっていう人は結構、まあ、全く読まないってどうかと思いますけど、というか単に文献としてあるのでまあどうなんだろうな。だから英語で書かれた文献の質が日本語で書かれた文献の質よりも高いかというと、それもどうなんだろうって感じが私は結構するので、どうなんですかね。まあ、多少読んでるだけでもそれなりにっていう感じはしますね。なんか、逆に なんて言うんですか、その、学問やるからには英語でやらないといけないみたいな、単なる思い込みだというふうに思うので、まあ、アウトプットはね、ともかくって感じですかね。うん、まあ、必要な時に必要なものを読めばなるほど良いというぐらいじゃないですかね。うん、そうですね。カール・レフラーさんはどうですか？まあ、だから今話があったように、そのなんだろうな、その国語学やる人がその自分のやってる現象に関しては、まあ、大体日本語で賄えると思うんですよね。で、だから英語を読めると何が有利かって言ったら、まあ、英語って、まあ、今のところ言語学の、まあ、特に理論に関してめちゃめちゃいろんなことが言われてるわけで、まあ、だから認知言語学でも生成文法でもそうですけど、まあ、そういうのに触れれるっていうのは大きいわけですよね。まあ、だからそれぐらいですかね。まあ、でもあえて言うのであれば。まあ、そうですね。で、あと、まあ、日本語で研究が当然いろいろあるように、英語以外の、まあ、フランス語だとか、ドイツ語だとか、ロシア語だとか、中国語、韓国語などなど、でもきっと研究はたくさん書かれてるはずなんですが、まあ、それってもうみんな、なんかもう、なかったことにしていいみたいになってますよね、日本語の研究とかだと。っていうのもあるのは、まあ忘れてはいけないかなとは思いますが、まあでもそれってどうしようもないよねという感じですかね。で、まあ日本語で研究、をその出版した場合も、まあなんかこう世界的にはあんまり見られないのもしょうがないかなって気もします。で、まあ、こういったのがスキルなわけですけども、まあ、その英語が読めるはともかく、他はもう1個でもちゃんとできたら、なんかもうそれで平均より上なんじゃないかって気がするんですけど、そんなことないですか？どう思います？平均っていうのは何ですか？いや、言語学者のなんか、ね、ステータス。そうなの。能力値。どうでしょう？で、いや、でも何かしら、なんていうんですか、できてるっていう、少なくともなんていうか、私はこれの専門でしてね、おそらくまあ言語学者自称する人にあるわけじゃないですか。うん、それじゃあ実際にはできていないってことですか？まあだからこれなしでもできるものがあるわけですよね。あるかな。はい、ここで、CM でーす。はい。まあ、素人でもできることって言ったら、現代語のコーパスの用例の検索と、それをなんとなく分類することぐらいですよね。これは特別な訓練いらないと思います。で、まあ、これだけでなんかすごい研究やってるように見せたい。もうなんだったらこれで博論書きたい。みたいな人っていると思いますし、できたら最高ですよね。そんなあなたに、実はこれ方法論が確立されてるんですね。もうちゃんとこれだけで、ちゃんとした研究してるように見えるっていう方法論があります。で、実際それで博論書いて、大学に就職してる人もたくさんいます。で、なんか近々バイブルが出版されるそうなんですね、この学科の。なんで、まあ、これ読むと、そういった人はいいかもしれません。はい。ということなんですけど、これに関してどうですか？私ちゃんさん、なんかありますか？思うところは。いや、もう全くもう何もないです。もう何もないです。はい。と、まあ、この辺で結構社会性があるということが分かりました。ちなみに別にこれ、日本語以外にも何語でも使えるっていう超強力な方法論なんで、もう本当これは、まあ、だからそのバイブルをね、もう中国語とか、
英語とかにガンガン翻訳して世界中に出すと、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。